こうやって人多いから何かあっても助けてもらえるし、はい、祖父が超好きすごいね。飛び出してきた。あれ、あ、違う人か。なんか私コメントしましたって来て、ちょっと商品のタグ見たかったから。なんて書いたの？タグ忘れてないだって。写真追加してくれたかな。いや、ないって。あ、捨てちゃったってこと？うん。ああ。いや、なんかブルーだったし、春先に着るジャンパーで良さそうだなと思って。タグがあれば素材見たかったよね。なるほどね。値下げしてくれたりしないかな。ジャンバー系だからちょっとかさばるからな。ここに分岐があるか、それをしてあるの。これ集金しよう。これこっちやない。うん、探す。ゴルフ場めっちゃ広いな。そんなゴルフ場に入って歩く場所があると思わなかったから、入っちゃいけないのかな。ナンバー17。あ、T ってあれか、あのちっちゃいやつか。あるんだ。なんだっけ、 T ゴルフだっけ。なんだっけ、ちっちゃいやつ。マレットゴルフじゃないけど、あるんだね。いや、あれ多分違うと思う。名前言ったけど忘れちゃったんだよね。あれじゃないの？さっきゲートボールじゃないの？あ、違う。あるんだ。ちょっと違う。あれゲートボールだ。あ、これマレットボールか、あれだ。なんかね、ゴールが穴じゃなくて、なんかでっかいやつだ。あ、違ったっけな。あ、忘れちゃった。あ、ごめん、パターゴルフで思い出した。ちっこいやつ。すごい、これこのゴルフ場をさ、買収する羽目になるわけですよ。すっげーな、これ。アザ行くために。なんかゴルフ詳しい人とやりたい。綺麗だな。なんかゴルフ詳しくてめっちゃ仲いい人とやりたい。気使わない人で。ここにも中山ホールインワン。左側もそうそう。
あ、これじゃん。山中文園って行こうと思ってたとこ。これだよね。うん。じゃあ、こう行ってみましょうか。うん。ちょっと待って。